2020年東京五輪パラリンピックの主会場となる新国立競技場の建設で2つの業者チームが提案した設計、施工案のうち、人緑のスタジアムを主なコンセプトにした A 案が、事業主体の日本スポーツ振興センター、JSC、大東和義理事長から政府に報告される見通しになった。22日午前に開かれる関係閣僚会議、議長、遠藤利明五輪担当総を経て、新C競技場の姿が、決定する。JSC は公正な審議のためとして、事業者名を明らかにしていないが、関係者によると、A 案は大成建設を、中心にあずさ設計、建築家の Y 健吾氏で構成するチームが、提案した内容。屋根には鉄骨に木材を、組み合わせ、伝統的な和を操舵する、としている。地上5階、地下2階建てで、スタンドは観客の見やすさを、考慮した3層構造。高さは49、2メートルと、旧計画、実施設計段階の70メートルに比べて低く抑えた。総工費は約1490億円。完成は19年11月末。JSC は19日、建築の専門家らで作る技術審査委員会、委員長、村上修造、東京大名誉教授、委員7人。が2つの案について、ユニバーサルデザインの計画、日本らしさへの、配慮、公費、維持管理費、など、9項目の評価基準で、審査、1人140点の、計980点で、採点した。この結果や競技団体、アスリートらの意見を踏まえ、大東理事長が JSC としての、結論を出すことになっていた、朝日新聞社。チャンネル登録をお願いします。スマホの方は動画の下のチャンネル登録からお願いします。